皆さんこんにちは、久しぶりの車からの撮影です。で、今日の質問なんですけど、受験期の恋愛について質問が来たのでそれに回答します。受験期恋愛どうしてましたかと悩んでらっしゃるということで答えます。僕の結論なんですけど、僕の動画では何回も言ってるんですけど、もう受験期はもう勉強しか、その高2会計士の勉強しか時間は使いたくないなと思ってたので、もう極端な話、大学も単位を全て取得ほぼして、もうタック予備校だけに専念できるようにしておいたので、当然なんですけど恋愛もですね、してません、一切してません。なので、ちょっとね、今もう付き合ってる人がいる方にとってはちょっと残酷なお話かもしれないんですけど、僕だったら別れるかなっていうのは一つありますね。別れるというか、一旦距離を置くというかですね、受験終わるまではっていうのを僕は選択するかなと思うんですけど、結構僕極端なんで、仕事か遊びか勉強か恋愛かって、なんかまず熱中したら1個しかできないタイプなんですよね。で、どっちかっていうとその将来につながるような、例えば勉強だったり仕事だったり、そういうのをちゃんとなぜか運よく選択はできてるんですよ。で、これからもすると思うんですよね。なんで、ちょっと人間としてはどうなんだって思われるかもしれないんですけど、恋に溺れるというかですね、恋愛に溺れて周りが見えなくなって勉強もしなくなったりとか仕事も手につかなくなったりっていうのがなくてですね、それはそれで僕なんかそのこんなこと言う、ね、皆さんに発信してる立場でありながら、それ君どうなんだよって言われそうなんですけど、一応僕の答えはそんな感じですね。今の最優先事項ですよねっていうのを、自分の中で何なのかっていうのをはっきりしてですね、そこはもう本当にシビアですね。シビアに何が一番大事なのかと、今みんなが遊んでる時に一緒になって遊ぶのか、今みんなが遊んでる時に、自分はですね、ぐっと我慢してですね、勉強だったり自分の自己投資に時間を当てて将来遊ぶのか、僕はそういう天秤を、よく当時はかけてましたね。一般的にみんなが通る道っていうのを、自分はですね我慢して、サークルも辞めましたし、バイトも辞めて、で勉強だけひたすらして、資格取ってね、社会人でしっかり働けてから、そういうのはね、謳歌したらいいやっていうスタンスでやりました。なので彼女も、当時、そうですね、全くいなかったんですけど、確か一発目の試験の時は、入門期入った時にいたと思うんですよね。いたんですけど、やっぱりですね、入門期、ちょっとね、勉強を始めて、ちょっとやっていく中で、これは無理だな、やっぱ集中できないですよね。携帯もね、メール返さなきゃ、LINE 返さなきゃって見るときもあるでしょうし、ちょっとでもね、そういう、僕からしたら不純物ですよね、勉強のっていうのが、よぎるのが嫌だったんで、何回かよぎったときに、もうこれダメだってことで、確か当時、いたとしても別れたような記憶がありますね。で、別れたような記憶がありますね。なんで、当然それ以降も作る気もないですし、出会う場も当然ないですし、そんな感じで受験期は乗り越えましたかね。そうですね、僕はそういうスタンスなんで、よくね、一流の人はその安堵思考っていうんですよね、仕事も遊びも両立できるっていう人いると思うんですけど、僕は二流っていうか、その何だろう、一つのことしかできないで、やっと一つのことを熱中してやって、その合格っていうのを取れるタイプだったんで、僕はそうしました。でもしね、僕のこの回答を聞いて、いやいや俺はもう絶対恋愛もちゃんとやって、その人もね幸せにして試験もね絶対合格するんだっていう気合があるんだったら、もうそれはね逆にできると思うんで頑張ってほしいです。で、あとはですね、なんでじゃあ僕がそういう、一択ですよね、今みんなが遊んでる時に、みんなが寝てる時に勉強できるかとか、みんながね恋愛に、言い方悪いですけど、うつつを抜かしてる時に勉強できたり、自分の人生をしっかり見据えて頑張れるかっていうと、一つ僕の中でポイントというかあるのがですね、期間を決めてるからっていうのがありますね。さすがに僕も、神でも僧侶でもないので、そういったストイックな生活が一生続くって思ってしまうと、確かに、今もねちょっとずつ遊びっていう人生を充実させるような行事も必要だなって思っちゃうんですけど、僕の中ではいつも言ってる通り、一発合格とかですね、タックだったら2年コースだったら2年コースっていう、もうそれで絶対一発で仕留めてやろうってい もうコミットがあるわけなんですよね。なので今ここで頑張ればっていう前提が成り立つんですよ。で、ここが多分重要なポイントだと思うんですよ。やっぱりその恋愛もしたかったり、健康も大事だよねと思ったり、睡眠も大事だよね、で勉強もその中でなんとかやろうと思う人って、多分そのコミットメントが低いのかなと思います。やっぱその試験って当然ですけど、会計士で数年かかるような難しい資格ですし、何十年ってやってもダメな人はダメなので、じゃあそれを前提に勉強を始めちゃってるんじゃないのかなって僕は思いますね。やっぱじゃあ3年5年勉強続くんだったら、確かにね、さすがに今の恋人とにも勉強するから待っててって言えなくなりますよね。5年間も待たせれないんで、それが僕みたいにもう一発1年2
2年って分かってたら一発絶対合格してくるからそれまでは待っててねとかですね、1年で絶対合格できるから待っててねって言えるっていうか、そこに向けて頑張れるかどうかってすごい重要かなって僕は思ってるんで、何かね僕もその一択系を取るコーチに立たされた時はその期間を決めてるっていうのと、その期間で必ず何が何でも結果を出すっていうのは、まあ、決めてね、やってるところがありますね。そうですね。で、多分そういった概念で言うと、僕その起業した時も例えばですけど月収ですよ、月収で100いくまではもう本当に遊ばなかったですし、もう仕事だけ寝る暇もなく365日24時間体制で仕事しましたし、でそういうここまで行くまでにはっていう何かしらの自分の中で期限を決めたり目標数値化できてたら、そのね、まあ、通常は困難と思われるそのなんだ茨の道でも自分の中ではある意味納得感が持ってて勉強できたり仕事できたりすると思うんで、もしねちょっとそういうジャッジに迷った時には、まあ、自分の中での最優先重要事項何かっていうのを決めるっていうのと、それを到達するゲットするまでどのぐらいの期間を自分の中で持てるかっていうのを決めればですね、まあ、僕がいつも言ってる通りその一つのことにストイックに集中して熱中できるっていうのもそんなに苦じゃないのかなと、むしろ自分の道を歩んでるんで、当然ね自分が選んだ道なんでそれを頑張ってほしいっていうのはありますけど、まあ、そういう風にね頑張れるんじゃないかなと思います。はい、まあ、結論ねちょっと長くなったんですけど、僕は恋愛ごめんなさいしてないですし、まあ、そういう何か一択一つのところに時間を使わなきゃいけないときにはそれ以外の時間を全て排除します。バイトも辞めました、サークルも辞めました、大学 もう単位取得しちゃっていかないです、ゼミも辞めましたですね。で当然恋愛もしてません、でテレビも捨てた、まあ、いろんな、ね、ものを捨てて時間を捻出して勉強に当てたっていう、まあ、過去があるので、まあ、ぜひ、ね、参考にされてみたらどうかなと思います。ということで恋愛どうしてますかっていう回答になります。以上になります。ありがとうございます。